どうしたの？具合悪い？いや、大丈夫だ。お薬、飲みますか？平気だよ、心配ない。本当に？無理しちゃダメだよ。ちょっと腹が減っただけだ。朝から何も食べてなくてな。もうオカリンさんたらダメだよ。ちゃんとご飯は食べなきゃ。ダルおじさんみたいに大きくなれないよ。ああなるくらいなら一食抜いた方がマシだよ。だったらマユシーが何か作ってあげるよ。え、ママが作れるの？もう、コガリちゃんまでそういうこと言うんだから。これでもね、最近はユキさんにお料理教えてもらってるんだよ。あ、じゃあ僕が手伝うから。待ってくれ。え、すみません、僕、手伝わない方がいいですか？いや、そうじゃない。そうじゃないんだ。カガリさん。やだなあ、オカリンさん。私のことはカガリでいいって言ってるのに。じゃあ、カガリ。さっき、マユリのことをなんて呼んでたか聞いてもいいか？なんてってママだよ。どうしても何もママはママだもんね、ママ。えへへ、やっぱりそう呼ばれるのちょっと照れちゃうな。知ってるのか、二人とも未来の世界で親子だってことを。カガリちゃんのことはオカリンが教えてくれたんだよ。俺が？うん、本当のことを知っておいた方がいいって。ねえねえ。じゃあもしかしてルカ子も？ごめんなさい、僕聞くつもりはなかったんですけど耳に入ってしまって。あ、でも大丈夫です。他の人には言ってませんし。それに僕ちょっとだけ嬉しかったんです、皆さんと秘密を共有できて。本当は直接教えてもらえればよかったんですけど。でも驚きました。タイムマシンとか未来とかお話の世界のものだって思ってたんですけど、実現できるなんて。Thank you.
カガリ、もう少し質問させてほしい。なに？それじゃあここに来たのはルカ子の家に居候したのがきっかけで間違いないな。うん、っていうかオカリンさんがママと引き合わせてくれたんだよ。覚えてないの？いや、そういうわけじゃないんだが、一応確かめておこうと思ってな。一応ね。変なオカリンさん。行方不明になっていた間はどこで何をしていたのか全然覚えていないのか？うん、綺麗さっぱり。気づいたらお寺で寝かされてた。綺麗だ。あ、さっき岡部さんが来る前に掃除しておきました。いや、そうじゃなくて、床に小さな穴が開いてたはずなんだが。床に穴ですか？穴なんて開いてたかな。なかったと思うけど。ちなみにお前たち昨日はそのどうだった？昨日のパーティーのこと、すっごく楽しかったよ。あんなに楽しかったの私初めてだった。またみんなでパーティーしたいね。その時は僕も何か作るよ。私も手伝う。
ところで、かがりちゃん、時間大丈夫？あ、いけない、休憩時間終わってた。店長に怒られちゃう。店長、ということはバイトしてるのか？そうだよ、下のブラウン管工房で。って、この前言ったじゃん。そうだったか。もう、今日のオカリンさんはボケボケだね。しっかりしてよ。すまない。アルバイト、頑張ってね。はい、それじゃ、行ってきます。かがり、戻る前にもう一つだけ聞かせてくれ。アマデウスという言葉を聞いて何か思い当たることはないか？アマデウス？ごめん、わかんないや。そうか。悪かったな、こんなところに呼び出して。別に構わないわ、ちょうど近くまで来てたから。で、話って？アマデウスのことだ。知ってるの？どうしてって、どうしてあなたがアマデウスのことを知ってるのよ。だってあのプロジェクトは去年の夏、クリスの事件があったあの後に凍結されたのよ。凍結された？凍結ってことはつまりプロジェクト自体打ち切られたってことか？はっきり言ってしまえば、そういうことね。で、さっきの質問、どうしてあなたがアマデウスのことを知ってるの？それは…クリスから聞いたんだよ。大学の先輩が、そういう研究をしてるって。あの子、あなたにそんな話までしていたのね。なあ、アマデウスが凍結されたっていう話、もう少し詳しく教えてくれないか？理由は何だったんだ？何でも外部団体からクレームが入ったんですって。人の記憶を人工知能に持たせるのは人間の複製を作り出すのと同じこと。
神のみに許される所業だって。欧米って自分たちの価値観で物を言う人が多いのよね。特にそういうデリケートな部分は。理由はそれだけなのか。ええ、少なくとも私はそう聞いてるわ。いきなり研究は中止だって言われて、教授たちも随分怒ってた。どうしたの？いや、その思い出してたんだ、君と出会った。あの時のこと。ああいう偶然ってあるのね。オカルト的な考え方って大嫌いだけど、でもあなたと出会えたのはクリスが繋いでくれた縁なのかもしれないわね。そうそう、マユリさんたちによろしく伝えておいてくれるかしら。昨日は楽しかったって。ああ。おかげで日本でのいい思い出ができたわ。思い出って帰るのか？すぐにじゃないけどね。言ったでしょ、私今クリスがやっていた研究を引き継いでるの。いつまでも日本でバカンス気分を堪能してるわけにもいかないのよ。そうか。
がりさん、お茶飲みますか？あ、うん、ありがとう、ルカ君。じゃあ、入れますね。ローズマリーティー、集中力や記憶力が上がるって聞いてフェイリスさんに分けてもらったんです。もしかして美味しくなかったですか？あ、ううん、そんなことない、美味しいよ。ただちょっと考え事をしてただけ。考え事？そう、でも大したことないんだ。それにしてもルカ君って本当に男の子？そうですけど。やっぱりどう見ても女の子にしか見えないよね。そんなこと言われても。そうだね、え、明日一緒にお風呂入ってみる？え？そうすればルカ君が本当に男の子なのかどうかわかるでしょ。ダメですよ、そんなの。どうして？だってだって女の人と一緒にお風呂なんて、そんな。お姉さんとは一緒に入ってなかったの？入ってましたけど、それは小さい頃の話で。かがりさん、ごめんごめん、冗談だよ。そんな。ごめんごめん、冗談だよ冗談。ルカ君が可愛いからついからかっちゃった。でもそういう反応を見せるってことはやっぱり男の子なんだね。最初からそうだって言ってるじゃないですか。ご覧のようにこちらのお店では数十種類にも及ぶ食べ物が全部食べ放題なんです。
すごいな。今の時代ってすごいよね。私の知ってる未来とは大違い。そうなんですか？未来の世界ってどんな感じなんです？知りたい？やっぱりやめておきます。その方がいいよ。だって未来は変えられるものだから。未来は変えられる？うん、ママがね、そう言ってた。きっと変えられる、変えてくれるって。変えてくれる。なんだっけな、シュタインなんとかって。シュタインズゲートですか？そう、それは必ずあるってママは言ってた。って言いながら、それが何なのか私もよくわからないんだけど。さて、